京都府道29号を歌の嵐山山田線は、京都府京都市右京区歌野から、京都市西京区嵐山を経て、京都市西京区山田に至る府道である。歌野において、京都市街地から高尾を経由して京北へ伸びる、中山街道より分岐し、京都を代表する観光地の一つである嵐山を、経由して、西京区役所のある山田に至る。紅葉で著名な嵐山は、 日本桜名所百選に選定されており、当地にある渡月橋は本路線の一部である。現行の道路法に基づく主要地報道として、全国で初めて指定された路線のうちの一つである。本路線は、旧道路法によって指定されていた、不動星付田、佐賀線の一部と、不動向町、佐賀線の一部を継承したものである。道路法第十六条の規定に基づき、 主要な都道府県道として1954年に、宇多の嵐山柏原線として指定され、道法第7条の規定に基づいて、翌1955年に、京都府が認定した。当初の終点は、柏原宇治町の柏原交差点にあり、旧山院街道と接していたが、1994年に、柏原交差点から、現在の国道9号の経路となっている。 千代原口交差点への移転短縮に伴い、路線名も歌の嵐山山田線に変更されて、現在に至る。佐賀の大角寺門前交差点から嵐山の松尾大社交差点にかけては、振動と原動がいずれも不動指定されており、桂川の両岸を南下する。このうち、佐賀地区の原動部分は嵐山地区の住宅や商店の連単地区を貫いており、 観光客数の多さもさることながら、歩道が未整備な境外区間もあるため、歩行者と自動車が入り混じるなどして、秋の紅葉シーズンを中心に激しい渋滞が発生し、歩行者の安全を脅かしていた。このため、京都市では2001年から本格的な対策に乗り出した。現同新道都月橋嵐山周辺には、 通年で一方通行規制が敷かれている区間が存在するほか、一部では11月の紅葉シーズンを中心とした交通規制が実施されている。嵐山地区内秋の臨時交通規制冒頭で述べた通り、京都を代表する観光地の一つである嵐山を抱えており、特に秋の紅葉シーズンには激しい渋滞が発生していた。これに対し、京都市は 流入車両の抑制と歩行者の安全確保を目的とした臨時交通規制を2001年から2002年にかけて社会実験として実施し2003年より本運用を開始した。地域の反応は賛否両論あり2010年の実施時においても林原、包みなどに渋滞が残存するなど今後の課題は残るが 歩行者の安全やパークライドの利用拡大に効果があったとしている。なお、規制内容は今後変更される可能性があるため、京都府警察ウェブサイトの臨時交通規制で最新の情報を確認されたい。京都マラソンに伴う交通規制2012年に復活した京都マラソンコースの一部が本路線に重なっている。大会の性格上、市民ランナーが 最大約6時間かけて走ることから長時間の交通規制が予定されるため、主催者が自動車利用の自粛を呼びかけている。2013年は3月10日に開催を予定しており、本路線の重なる部分は次の通りである。古都保存法によって、佐賀嵐山保存地区が指定され、内岸する特別保存地区とともに保護されている。また、京都市によって、風地区に、 沿線の多くが指定されており、そのうち、佐賀の、嵐山、土月橋の周辺、西方寺の周辺については、京都市の風地地区条例に基づいて、特別集計地区に設定されている。古都京都の文化財として、世界遺産に登録されている天竜寺や、西法寺の他にも、登録有形文化財も点在する。現道新道自然観光庁、公共施設教育鉄道金融機関、 郵便局神社、仏閣余駄、観光出店。ありがとうございます。